皆さんこんこにちは西安防災部ですいつもご視聴いただきありがとうございます花よりダム湖このチャンネルでは中国三峡ダムの最新情報と気になるニュースを取り上げています短い動画ではありますがお付き合いのほどよろしくお願いします4月5日マスコミでは全く伝えられない中国三峡ダムの元凶です 商工水利委員会によると、朝8時の時点で水位は166.28メートルとなっています。おとつと比べると30センチちょっとの上昇となっています。西安チャンネルです。ダムデータによると、三峡ダムでは4月に入ってから水位上昇が止まりません。流入量が増えたことと放流量をキープしていることによるものです。 直近ででののの流量はは減っているるるししばらくすると水位の上昇は止ままかもしれません原因がいまいちわからないのですが、上流の観測所で増水傾向、今は大きく下落しているので、このあたりで一段落となるかどうか深夜3時の時点で見ると、上流の観測所での流入は、毎秒6150立方メートルで、三峡ダムは毎秒9000立方メートルです。 このため、ダムの直近と南の川からの流入の合計は、計算上、毎秒2850立方メートルと推測されます。上流の観測所からの流入と直近と南の川からの流入の合計ともに、少し減っています。さて、ちょっと気になったので、去年の今頃のデータを確認してみました。 2021年4月4日、三峡ダムの水位は164.51メートルでした。上流の観測所の流量を見ると、3月から4月にかけての1ヶ月間、だいたい毎秒4500立方メートルあたりが平均でした。先ほどもお伝えした通り、今日の水位は166.28メートルとなっていて、去年と比べると2メートル弱、水位が高くなっています。さらに、上流の流の量を比べます。 縮尺が違うので見づらいですが毎秒4500立方メートルのラインを入れるとこんな感じになります全体的に水の量が多いことがわかりますね増水の理由として考えられる原因は大きく3つほど観測所と周辺での高温最上流地域での雪解け水による増水そして上流ダムの放流を増やしたことなどが考えられます ウィンディーを見る限り、上流での雨は降っていることは確かなのですが、ここまでの上昇に影響があるのかどうか。また、雪解けの可能性もあるものの、まだちょっと早いような気がします。さらに、上流のダムが一斉に放流を増やしたという、確かな情報もありません。いずれにしても、今のところ、よくわからないですね。 今朝8時の放流量を見ると、毎秒7150立方メートルとなっています。このため、24%ほどの発電状況と推測されます。ダムの貯水側で見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。三峡ダム周辺の年間降水量は次の通りです。いよいよ4月、これから夏に向け、徐々に雨の量が多くなるものと思われます。 西安チャンネル防災部調べによると、三峡ダムでカバーする範囲は、赤枠のあたりと見ています。今後、赤枠の左下あたりの上流で、雨が降りそうです。ウィンディーで確認します。当面、三峡ダムの周辺では、雨はなさそうですね。一方で、上流地域では、断続的に雨雲がかかっています。しばらく昇降状態なのですが、来週に入ると、局地的に降るのではないかという予測となっています。 赤い塊の搭乗回数が今後増えてくるかもしれないですね日本列島はというと茨城から福島宮城の沿岸部に広がっていた雨雲が今は消えつつあるようです6時間前から現在までの様子になりますが何やら不思議な感じの雲の消え方をしていますね 2021年の三峡ダムを空から眺めるとこんな感じになりますセンチネルの衛星画像を見てみました衛星での撮影のため雲がかかると全く見れない日もありますのでピックアップになりますまずは4月30日まだ雨季に入る前の写真で水位は1 5 9ル。画像処理の加減によりますが水が青々と鮮やかですそして6月24日 6月10日に145メートルまで下げて上昇を仕掛ける頃になります真ん中上のところ仕切り線が見えますね建設当時はここで水が仕切られていました前回4月の写真では沈んでいるために確認できなかった分になります7月に入ると一変します濁った水がダムの発電施設から排出されるようになります中央の放流施設からはまだ放水はありません さららにに月のの下旬貯水側にはゴミししきものがままり出します中央の放流ゲートは閉じたままに見えますがわずかに泡の塊のようなものが見えますこれは推測ですがダムの一番下のところに砂を排出するゲートがありそこから泥水が出ているのではないかと思っていますダムの断面で見るとこれになりますそして9月の12日の写真です 9月の初旬に2021年長江第1号洪水が発令された頃中央の放流ゲートがオープンされ豪快な水が流れ出ています当時の現地リアルタイム映像だと4本か5本程度のゲートが開いたと推測されます他に注目したいのは先ほど述べた仕切り線が水位上昇により沈んでいることそしてダムの停滞にゴミが大量に流れ着いていることです次に9月の下旬の様子 茶色色の水が青色に変わりつつあるようです左右の発電施設からの放流が水の泡によりわずかに確認できるようですね。そしてこれは10月2日水の色は4月の下旬のように青く戻ってきているようです。相変わらずゴミは溜まっているようで回収されているためか少し減っているように見えます。と半年弱空から見ているとダムの実際の状況がある程度わかりますね。 数値だけではわからないところが見えるのは興味深いところです三峡ダムという巨大ダムができたことにより地盤にかかる負荷が高まり土砂崩れや地滑りさらには地震の誘発なども懸念されています従来よりも長江の川幅は広がりそれに伴って川岸では浸食が進みますすると斜面が崩れたりしその土砂が川に流入 土砂は下流に流にに。され、堆積することにいわゆる大差問題ですね。これまで何度か見てきましたがこの土砂泥といった問題はダムにとって厄介なものになります下流に流すかあるいは土砂を汲み上げるかというように何かの措置をしないとどんどん問題は大きくなるばかりですさらに貯水が進むと地中に水が浸透し地盤が緩むこととなりその結果地滑りも出るでしょう 川岸に立つ家の壁にひびが入るというニュースもありますもう少し広範囲で見た時には小規模地震の誘発があるかもしれません一説にはダムができたことにより前よりも地震が増えたんじゃないかという話もあるほどですダムの建設で洪水は減ったのでしょうか結果的には依然として大洪水は発生しています 2020年は80年ぶりの大雨に始まり、5度の大規模な洪水警報が発表され、三峡ダムを通過していきました。